皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校1年生の国語文法の窓1、文法とは言葉の単位の内容です。ここでは文法や言葉の単位とはどのようなものなのか、言葉がどのような単位に分けられるのか学習します。はじめに文法について説明します。文法とは文を作るときの言葉の使い方の決まりのことです。例文を見てください。このように同じ言葉を使っても並び方が正しくないと意味が通じませんね。これから中学校の3年間でこの言葉の使い方の決まりについて学習するのが文法の学習です。教科書32ページを開いてください。例文を見てみましょう。同じ文がどこで区切れるかで2つの意味になりますね。教科書にある1から3の文も挿絵を参考にしながら2つの意味になるように線で区切ってみましょう。漢字やカタカナを使っても構いません。では動画を止めて考えてみましょう。2つの意味になるように区切れましたか？答えはノートに書いておいて、学校が始まったら授業の中で確認してください。このようにどこで区切るかで意味が変わることが分かりましたか？ところで重さにはキログラムやグラム、長さにはキロメートルやメートルといった単位があるように、言葉にも区切り方による単位があります。言葉の単位は次のようになっています。大きい順に文章、段落、文、文節、単語と分かれます。一番大きい単位が文章。4月に学習した話し方はどうかなや、これから学習する飛べカモメなどの物語がこれです。次が段落です。小学校で作文を書いたとき、段落の始めはどうしましたか？一字下げて書きましたね。段落は一字下げてまとまった内容を表す単位です。段落の中はたくさんの文で構成されています。一文は丸、句点で区切ります。一文はさらに文節に分けられます。文節は声に出して読んだときに、ねやよをつけて区切れる単位です。主語や述語がこの単位です。最後は単語です。英語でも英単語を学習しますが、単語はこれ以上小さくできない言葉の最小単位です。小学校では文節まで学習しました。単語は中学校で初めて学習する単位です。この言葉の単位は、これから中学校の文法の学習で繰り返し学ぶことになります。今は難しいな、とても覚えられないと感じるかもしれませんが、確認しながら身につけていきましょう。この内容は教科書248ページに詳しい説明が書かれています。自分で読んで復習してみてください。では、スライドにある問題を解いてみましょう。2つの文を文節に分けます。一度動画を止めて、答えが分かったら再生してください。それでは回答します。声に出して読んだとき、ねやよを入れてみて、不自然にならないところで区切るのがポイントです。1番、白い、ね、大きな、ね、花が、ね、庭に、ね、咲く、ね。2番、動物園で、ね、カピバラに、ね、餌を、ね、あげる、ね。次は、文節に区切ったものを、さらに単語に区切ります。
教科書の249ページの下5、単語の区切りの見分け方を参考にして考えてみましょう。一度動画を止めて答えが分かったら再生してください。では回答します。1番、白い大きな花が庭に咲く。2番、動物園でカピバラに餌をあげる。動物園は動物と園には分かれません。複合語といって動物園で一つの単語です。読書感想文や中学校名も一つの単語です。今日は文法や言葉の単位について学習しました。文法とは文を作るときの言葉の使い方の決まりのことです。そして言葉の単位は大きい方から文章、段落、文、文節、単語と5種類あることを学習しました。学校が再開したら教科書にある問題をお友達と一緒に解いてみましょう。これで文法とは言葉の単位の学習を終わりにします。